こんにちは、リリナナです。今日はかぎ針編みで作る簡単な高度な編み方を紹介したいなと思います。で、糸の太さによってバッグのショルダー紐とかにも使えると思います。私は結構太めの糸でショルダーバッグの紐だったり、子供に作るとき結構この編み方を使ったりしています。で、あとはこれはベーシックコットンで編んだんですけども、ちょっとネイビーだから見づらいんですけど、こういうものだったらこうキーホルダーにしたりとか、あとはブレスレットにしても可愛いかなと思います。あとちょっと、こちらはエコアンダリアで編んだんですけども、エコアンダリアとかそういう夏糸、こういうカシャカシャしてるような夏糸だと横がちょっとポコポコっていうのがあまり目立たないので、あんまり向いてないかなとは思うんですけども、まあ編めないことはないと思います。で、すごく簡単なので、ぜひもしショルダー紐とか何にしようかなって思ってる方、あとは夏にブレスレットが作りたいなって思ってる方、ぜひ作ってみてください。で、いろいろ調べたんですけども、こちらの編み方は結構海外の方で使っている方も多いし、あとはクロシェットコードとかで調べると他にもいろいろなコードの編み方が出てくると思うので、調べていろんなコードの編み方を覚えるのも楽しいんじゃないかなと思います。では今回はこちらベーシックコットンのちょっと余ってる糸ですね、余り糸と、あとは5号針3ミリこちらを使ってちょっとご説明をしたいなと思います。まずは指に糸をかけて鎖編みを2回します。一度引き締めたら1回、2回、鎖編みを2回します。はい、次、鎖編み2回したら上から1個2個目の上1本、鎖の上1本に針を入れて糸を持ってきて細編みをします。細編みで、そしたらちょっとくるっとひっくり返すと、ここに細編みの頭があります。これ細編みの頭の下に、こっちから右からこう出てる糸がありますね、1本。ここに上からこう入れます、1本だけ。で、その時にここの編み地を下に持ってくる、これが下で、上にはこう2本かかってる、このこの状態、この状態でまずこっち側、左側1本だけ取ります。で、次2本取る。で、ここからは同じです。今度は今ここに頭がありますね、それの下、今度は2本に上からこう針を入れます。で、くるっとひっくり返して2本取る。で、今度は2本取る。で、これを繰り返す。こっち側の右側のここの2本、1本2本、2本取ってくるっとひっくり返して2本取る、2本取る。この時にこの状態でこう入れちゃっても、入れてからくるっとひっくり返して2本ずつ取るでもいいし、このままこうひっくり返してこっちの2本取ってこう編むでも大丈夫です。やりやすいようで。ひっくり返してから取った方がやりやすいかな。
とりあえずここで細編みのような感じで編んだら、ここの下の2本を取っていく。で、2本取る、2本取るっていうのを繰り返していくとコードになります。最初だけ1本なんですけども、その後はもうずっと2本なので、最初だけ間違えなければもう簡単じゃないですか。で、こんな感じで編んでいきます。はい、黒曜と麻紐の方でもちょっとご説明したいなと思います。黒曜の麻紐で7号針を使っていきます。まずは作り目をしてから鎖を2回、1回、2回で、上から1個2個目の向こう、上半目1本だけですね、1本だけに針を入れて糸を持ってきて細編みをします。で、この後は細編みの、これが頭、それの下に出てるここの1本、右からピューッと出てる糸があると思います。それ1本に上から針を入れて、ちょっと編み地をひっくり返して1本取ってから2本取る。で、今度はここに2本ありますね、この2本を取っていきます。1本、2本、ひっくり返して2本取って2本取る。また同じ、こことここ、糸を持ってきて2本。で、この時にひっくり返しながらこう編んじゃっても大丈夫です。編みやすいようにひっくり返して入れる、糸を持ってきて2本、ひっくり返してここの2本、針を入れて糸を持ってきて2本、ひっくり返して針を2本に入れて2本取る、2本取る。ひっくり返す前にこう針を入れちゃっても、で、こうひっくり返してから2本、2本、でもひっくり返してからこう針を入れてもどちらでも大丈夫です。とりあえず2本ずつ取るような感じで、そうするとどんどんコードになってきて、結構厚みも出てくるので、麻紐だと特に。なので、しっかりした感じのショルダーバッグとかの紐になると思うし、いろいろ使えると思います。で、覚えてしまうとすごく簡単なので、いろいろなものに使えると思うので、ぜひ編んでいただけたら嬉しいなと思います。ヘンプとかでこう縛って、なんていうのかな、真ん中に糸を入れてこう縛る感じのドブレスレットとかいろいろあるんですけども、そんな感じの仕上がりになりますね。横がちょっとボコボコして真ん中が膨らんでるような感じなので、簡単にブレスレットみたいなのも作れると思うので、ぜひ編んでみてください。
では今回は簡単にできるかぎ針編みのコードの編み方のご紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。